さんこんにちは。なんかみんなができることが多分10倍以上時間かかっちゃう効率悪いクソなすびです。皆さんよろしくお願いします。はい、始まりました新コーナー、今日のなすびガイド。はい、3日連続4日連続ぐらいかな、まだ続いてますね。まあちゃんと続けれるように頑張ります。で、初めて見た方にちょっと簡単に説明を、今日のなすびガイドっていうコーナーは何なのかっていうのをちょっと簡単に話したいと思うんですけど、ちょっと風が強くて聞こえるかな、これちょっとわかんないんですけど、僕結構、ほぼ毎日なすびガイドで琵琶湖に湖上に出させてもらってるんですけど、そんな中で琵琶湖の状態だったり、どんなルアーで釣れたり、水温が何度だったり、バスがどういう状態、僕の考えてることとかをちょっと毎日ちょこっとだけなすびガイドコーナーで話していこうかなと思います。で、今日のなすびガイドということで、毎日やるんですけど、いろんなゲストさんも毎日変わるということで、ゲストさんの紹介もしたりとか、楽しくワイワイやっていこうかなと思います。で、そんな今日のなすびガイドなんですけど、今琵琶湖に出てるんですけど、実はなすびガイド今日は中止にしました。なんでかって言いましたら、すごい爆風 で僕基本的に天気予報はヤフーしか見ないんですよ。もうこれもちょっと理由があって、一つだけ見ることによって、そのなんか傾向が分かりながらだいたい予想できるんですけど、そんなヤフーで今日は風速5だったんですよ。風速5って結構ちょっとした台風ぐらいの予報だったんで、ゲストさんも名古屋の方っていうことで、当日決めるのも、せっかく来てもらってできなかったらすごい申し訳ないんで、もう今日はやめてまた後日っていうことで、なすびガイドは延期にしました。中止です。安全第一ですからね。で、朝起きた時に、そんなに風も実は強くなくて、これちょっと出れるじゃんと思って、ちょっと練習出ようと思ったんですよ。最近釣ってる場所も、似てきたんで、新規開拓しようかなと思って、来てるんですけど、出て今昼頃なんですよね。すごいまた荒れてきたなっていう。で、今風裏でウルトレックスガン止まり中なんですけど、練習なんで、無理のないやっていこうと思います。で、最近の釣れてるルアーって言ったら、やっぱりこのこいつナスリグですよね。これピント合うかな。はい、これスタッカー 3.5 インチ、ハイドアップのスタッカーっていうシリーズの 3.5 インチ、パッケージで言ったらあのピンク色のパッケージですね、に流儀の見にくいな、これ流儀のウェイテッドフック30、もしくは流儀のヘビーウェイテッドフック30を使ってます。そして風とか水深とかによって、このグレネード進化って、このぶら下がってるワンタッチでつけれる進化があるんですけど、グレネード進化かクイックチェンジャーかちょっと分かんないですけど、このバリバスモーリス社から出てるクイックチェンジャー、こいつを深さ水深風によって使い分けてます。今やったら、ほんの一例ですけど、だいたい水深 2-3m で風速 2-3m までだったら、スタッカー 3.5 に流儀のヘビーウェイテッドピアスにグレネード進化の 1.8g とか、自分のタックルバランスとかにもよってちょっと変わってくるんですけど、でそんな感じですね。それを使ってます。で、今日はちょっと練習なんで、で風も吹いて多分荒れてくるかなっていうので、ちょっと H 中クランクを久々に、僕の大好きなクランキング、こいつを使って、ちょっとチェックテストしていこうかなって思ってます。はい、で、すごい爆風ではあるんですけど、これが春一番なのかな、いや北風やからちゃうか、すごいもう防寒着から、今上だけ防寒着着てるんですけど、下はもうこんな感じ、ジーパン1枚で、ちょっと風が寒いですけど、気温自体はすごい高いんで、全然快適に過ごせて、でいつの間にかもうグローブもつけてないし、僕結構寒がりなんで、グローブめっちゃつける人なんですけど、もうグローブも外してジーパンで、どんどん春っぽくなってきたかなと思いますね。で、水温も昨日すごい高くなってきて、
まあ、ちょっと今日はあんまり回ってないんで見てないんですけど、東岸すごい水温の低かった東岸で水温8度とかなってきて、まあ、全体的に何個今水温8度ぐらいかな。南も北もそれぐらい、一番高いとは多分9近くはあると思うんですけど、まあ、すごい春めいてきて、もう本当に、昨日ぐらいから春っぽくなってきたかなって感じはしたんで、まあ、間もなく連れ出すと思います。はい、ということで今日のナスビガイド終了です。